海上自衛隊が所有している双竜型潜水艦11番艦鶯竜。この鶯竜にリチウムイオン電池が搭載されたことをご存知でしょうか？今回はこの経緯について見ていきたいと思います。最新鋭燃料電池なら搭載してもいいのではないかな。源泉越え。そう、竜型潜水艦は10番艦まではスターリングエンジンを搭載していました。リチウムイオン電池に変更したのは11番艦からです。従来まで使用していたスターリングエンジンも良かったのですが、出力が低いということが課題になっていました。それを解決するために現在のリチウムイオンバッテリーに変更されたのです。この変更のおかげで、高出力のバッテリー搭載が可能になりました。時々刻々と世界は変化しています。リチウムイオンバッテリーも負けじと進化し、高性能化しています。近年、潜水艦にエンジンではなく蓄電池を使う艦が増えてきた雰囲気ですが、エネルギー資源が地球から枯渇しつつあることも関係しているのかもしれません。持続可能な開発目標などサスティナブルが盛んに謳われていますが、潜水艦もこの影響を受けているのかもしれませんね。もっとも国防費として予算を遠慮なく注ぎ込んでいるのを見ると、リサイクル、リユースなどとは無縁の存在ではないかと感じてしまいますけどね。海上自衛隊の、そう、竜型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界有数の性能を持つと言われています。まさに、世界に誇れる潜水艦というわけです。この、そう、竜型をさらに発展させたのが、タイゲイ型潜水艦なのです。タイゲイ型潜水艦の1番艦で、ネームシップであるタイゲイハ、2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所で進水式を迎えました。双竜型と比べると、タイゲイハ喫水船が2 m ほど深く、排水量も50トン上回りますから、海自としては最も大きい潜水艦ということになります。潜水艦の名前のタイゲイハ、漢字で書くと大きなクジラです。言うまでもなく、世界最大の哺乳類であるクジラにちなんだものですね。海上自衛隊の潜水艦の名前にはルールがあるそうです。訓令に、生打ち、水生動物、水中動物の名からつけると記載されているとか。ではタイゲイハどうでしょう？実は、大クジラも、旧大日本帝国海軍の潜水母艦の名前だったのです。当時の潜水母艦は、攻撃用ではなく、洋上で、潜水艦への補給や、乗組員の休養などの役目を担っていた非戦闘用の艦だったようですね。とは言うものの、時には、潜水艦隊の旗艦になることもあり、戦闘用として活躍することもあったとか。この潜水母艦大クジラは、万一の時には、航空母艦に改装することを前提として建造されたものでした。万一の事態が起こったのは、1941年、昭和16年、です。太平洋戦争が始まった時に、大クジラは、航空母艦劉邦に改装されました。ところが、翌年1942年、昭和17年、6月、ミッドウェー海戦で、日本は、主力空母4隻を失うという大敗を喫したのです。この敗北が、日本を、一気に敗戦へと進ませるきっかけになってしまったことは、歴史の教科書でも明らかです。劉邦は、ミッドウェー海戦を生き延びたので、改めて、
正規空母としての扱いを受けるようになりました。空母の穴埋めということでしょう。マリアナ沖海戦などにも参戦し、その後、呉軍港で防空砲台として使用されていました。1945年、昭和20年、敗戦を迎え、翌年1946年に解体され、艦艇としての命を終えたのです。さて、現代の大芸に話を戻しましょう。潜水艦大芸には、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。実は、ディーゼルエンジンによる充電能力向上のため、新しく開発されたスノーケル発電システムも搭載されているので、そう、流型2艦よりも、リチウムイオン蓄電池の性能を引き出せる仕様になっているそうです。そう、流型2艦には、従来までのスターリングエンジンは搭載しませんでした。ただし、最初は、スターリングエンジンをそのまま使用する、つまり併用する予定だったようです。鉛蓄電池だけをリチウムイオン電池に交換すると考えられていたようです。しかし、様々な見積もりの結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池すべてをリチウムイオン蓄電池に変えた方が、費用は高くなっても大きな出力が得られるという結論になりました。実際、10番艦までの建設費は、一隻あたり約517億円だったのが、リチウム蓄電池を乗せたおかげで、100億円以上、増額の643億円ほどに跳ね上がってしまったのです。ここで首をかしげる事実が明らかになりました。費用が増えたのに、馬力が減ったというのです。スターリングエンジンの、そう、流型のスクリュー軸馬力は8000でしたが、オウリュウやトウリュウは、公表値5600馬力です。ということは、性能が低下したのではないかと思ってしまいますよね。確かに、瞬発的な最大速度は、落ちるそうです。しかし、リチウムイオン蓄電池には、効率放電が長時間持続可能というメリットがあります。ということは、中速から、高速での長時間潜航が可能になり、海中に潜むという潜水艦に求められる性能が格段に向上したということになるのです。リチウムイオン蓄電池のメリットは他にもあります。エネルギー密度が鉛蓄電池の2倍、密流放電の繰り返し、可能回数は 1.5 倍以上、フル充電までの時間が短縮、放電しても、電気容量の低下が少ない、鉛蓄電池で不安視されていた、事故時の水素ガス発生の恐れがない、などが挙げられます。そんな便利なリチウムイオン電池を搭載した大芸のフォルムですが、葉巻型形状になっています。船体の構造にも、新しい発想を取り入れたようで、一例としては、浮き架台と呼ばれる構造になっているです。浮き架台というのは、外国でも採用が進んでいる、浮き甲板とも呼ばれるもので、艦内の機械音や乗組員が歩く時の、振動や衝撃を緩和してくれる、働きがあるそうです。その他にも、音の静かなプロペラスクリュー、音波吸収材装備などを設置したことによって、そう、流型より、一層静粛性が高くなったと言われています。また、情報処理システム C4 アイスターが採用されているので、光ファイバー技術を使うよりも進化した備品が装備される予定になっているそうです。兵装としては、親潮型や総流型と同じく、18式超魚雷とハープーン追艦ミサイルなどが、発射可能な 533mm 魚雷発射艦が6門設置されています。18式超魚雷とは、防衛装備庁が開発した潜水艦用の長魚雷で、2022年2月までに、海自の全潜水艦に、
装備予定の高性能魚雷ということです。この魚雷には音響画像センサーがついていますが、かなりの優れもので、敵魚雷の追跡を欺くためのおとりを見破る能力があるだけではないとか。浅い海域では、海中の音響が複雑になり、魚雷センサーが狂ってしまうのですが、その中でも、確実にターゲットを捉えて、形状を識別可能、かつ命中率も高くなっているという高スペックセンサーなのです。さらに、最適なタイミングでの起爆可能装置など、最新のテクノロジーが搭載されているので、世界トップクラスの魚雷と断言しても言い過ぎではないでしょう。話題を変えましょう。潜水艦に関して、お隣韓国で、何やら不可思議な動きがあるらしいという情報が入ってきました。韓国は、日本と同じく、通常型潜水艦を所有しています。しかし、通常動力型では、日本の上を行くことができないと判断したのでしょうか。原子力推進型潜水艦を保有しようという構想が進んでいるという情報が聞こえてきたのです。源泉のいいところは、補給なしで、半永久的に原子炉が動かせるところです。つまり、理論上は海上に浮上せず、海中に潜航したまま活動できるわけですね。また、必要な電力も自家発電できるので、海水を淡水化して、飲用水として利用することもできると思われます。大げさに言えば、生活に必要な物資を艦内で完結できるとも言えるのでしょう。こういったメリットがあるので、源泉はいいことばかりじゃないかと勘違いしそうですね。ただし、デメリットはメリットより多いと、個人的には感じます。まず源泉を建造するには、巨額の費用が必要です。そして、退役した源泉の後始末が、一番悩むところでしょう。使用停止後の原子炉の処理に、頭を抱えている、国が多いことは、もはや世界中が知っている、厳しい事実です。デメリットの大きさを知っても、なお、韓国は、原子力推進型潜水艦を作りたいのでしょうかね。最近は中国だけでなく韓国も軍事力や防衛力を拡大したい傾向に感じられますが、まずは挑戦してみようという貪欲な姿勢が源泉保有に結びついたのでしょうか。日本も源泉を持つべきではないかという意見も確かにあります。非核三原則という政治的な問題を解決したと仮定しても、日本の現状を考えると、源泉が必要の戦力とは思えません。日本の潜水艦戦略は、日本近海で敵艦隊を待ち伏せして攻撃することです。となれば、潜水艦に求められる最重要性能は、静粛性ということになるはずです。敵に発見されないためには、音を立てずに、静かに息を潜めていることが肝心ですからね。しかし、源泉は、原子炉を一旦稼働させてしまったら止めることはできません。仮に機関を止めて、海底に張り付いていたとしても、音が発生するのです。敵ソナーに探知され、液位音を発し続ける源泉に、巨額の国家予算を注ぎ込むぐらいなら、その予算を世界中で進められている無人潜水艦開発に回した方が効率的ではないかと感じます。